ましたか、バニングス捜査官。どうもエマさん、その節はお世話になりました。一家での研修のことであれば世話したつもりはありません。あくまでダドリーさんの指示に従っただけのことです。数字は悪くありませんが、一回の誘いを蹴って支援課に戻ったのは理解に苦しみますね。すみません。いろいろあったみたいね。確かにロイドさんだったら他の部署も欲しがりそうですよね。まあいいでしょ。早速本題に入ります。ここに来たということは手伝ってもらえると考えてもいいのですね。ええ、もちろんです。何でもあのレクター・アランドールがクロスベル入りしているとか一家ではそう掴んでいます。ですが残念ながら未だ確定できていません。それはどういう、所在が確認できないということでしょうか。そもそもクロスベル入りしたというのが不確かな情報なんです。それらしき目撃情報はある。だが足取りを追おうとするとカゲロウのようにぼやけてしまう。おそらくこちらの動きを察知して捕捉を逃れているのだと思います。なるほど。とんでもない人ですね。まあ、あのお兄さんならそのくらいはやりそうかもね。そこであなたたちにレクター・アランドールの滞在事実を確認してほしいのです。本当にクロスベル入りしているのか、それとも何らかの偽装情報なのか、可能ならば帝国軍将校ないし帝国政府の書記官としての身元確認も頼みたいと思います。わかりました。ですがどうして私たちに。以前あなた方は彼と何度か接触しています。それにかけてみることにしました。なるほどエリートの割には意外と柔軟な対応なんだね仕方ないでしょ。人手を割けば捕捉は可能ですが、下手をすれば外交問題になりますし、それ以外の案件も抱えています。ダドリーさんがいらしたらあなたたちには頼まなかったのに。そういえばダドリーさんはどちらに。昨日の夕方通商会議の警備の打ち合わせでリベール方面に向かいました。戻るのは明日になると思います。そうだったんですか。お忙しそうですね。ですから彼が帰ってくる前に何とか片付けておきたいのです。どれだけ出張で疲れていても引き受けてしまう人ですから。なるほど。確かにダドリーさんならそのくらいはしそうですね。わかりました。引き受けさせてもらいます。とりあえずどのあたりでレクター隊員が目撃されたかわかりますか。そうですね、真偽は定かではありませんが裏通りのあたりで見かけたという情報があります。裏通り、旧ルバーチの近くですか。うん、それっぽいじゃない。わかりました。早速調査に入ります。よろしく頼みます。私は一家で待機しているので報告の時は受付で呼んでください。それでは失礼します。ずいぶん一家の研修でお世話になったみたいね。ああ、態度は厳しいけど今節丁寧に教えてくれたよ。なんていうか生真面目な人なんだと思うそんな感じですよね。まあそういうお姉さんほど癒しを求めているものだけどね今晩あたり飲みにでも誘ってみようかな。あのな、とにかく当たりをつけてレクターさんを探してみよう。まずは裏通りからだな。ええ、行きましょう。いよいよ動き始めたわね。交渉していることくらいなら記事にしても OK かしら。共和国派からの圧力も最近減ってはいるけど。グレイスさん、何をしているんですか。なんだロイド君たちじゃないの。そっか、特務支援課いよいよ再始動ってわけね。はい、おかげさまで。フィオちゃんとランディは後から合流なんですけど。そっか、ちょっと残念ね。しかし
まさか和治君が支援課に入っちゃうなんてね。お姉さんさすがにたまげたわ。驚いてくれて何よりだ。なんだったら特集記事を組んでくれても構わないけどね。あのな楽しそうじゃない。できればいろいろ話したいんだけど、今ちょっと取り込んでてね。それが終わったらゆっくりと。おや、これは珍しい顔ぶれだ。あ、ザオシ社長。あ、しまった。お久しぶりですね、ロイドさん、エリーさん、それと和治君にノエル総長でよろしいですか。どうしてそれを。へえ、さすが大した情報網だね。他ならぬ特務支援課のことですから。しかしまさかグレイスさんにこちらの動きをつかまれていたとは。さすがは天下のクロスベルタイムズですね。いや偶然ですよ。そう、偶然。一体こんな場所で何をなさっているんですか。ルバーチェの跡地に何かご用だったんですか。決まっているでしょう。このまま寝かせておくにはあまりにもったいない土地です。ならば我が社が有効に活用させてもらおうと思いまして。マフィアの保有物件など普通なら手を出しにくいでしょう。しかし我々ならば多少はその手の物件にも慣れています。委託業者にしても月々の管理費は頭が痛いでしょうし、良い取引ができそうですよ。サオさん、そうした情報は記事にしても。ああ、構いませんよ。やましいことではありませんし、憶測で決めつけるのは勘弁していただきたいところですが。あ、もちろん心得ていますわ。それでは失礼します。ロイドさん、何かあれば我が社にいらしてください。行きますよ、ラウ。はっ。睨まれたカエルみたいな気分だったんですけど。そうね、ヘイユエきっての若手幹部、白蘭流のツァオリーカ。噂以上の切れ者みたいだね。ああ、相変わらずだな。グレイさん、ヘイユエがこのルバーチェ跡地を。ねえ、倉庫なんかも合わせてまとめて買い取るつもりみたいね。もしヘイユエがここを抑えたら、クロスベルの裏社会は完全に掌握されることになる。厄介なことになりそうだわ。同感です。しかし聞き込みに来たところで偉い場面に出くわしたな。そうね、これも一家に伝えた方がいいかもしれないわ。あれ、あなたたちもツァーの動向を調べに来たんじゃないの。もしかして別件を追ってる。いえ、その、そうだな、グレイさんは確か面識はあったみたいだし、実は以前グレイスさんも会っている人を探しているんです。カジノで行員の人を任したレクターっていう人なんですけど。ああ、そうなんだ。あの子なら流浪飯店でさっき見かけたばかりだけど。本当ですか。ええ、例のバカンスルックでのんきそうに食事してたわね。取材で急いでたから声をかけそびれちゃったけど。押しちゃいられない。せめてツァオからもう少し突っ込んだ情報を聞き出さないと。じゃあね、また今度食事でもしましょう。あ、相変わらずだな。でも思わぬところで目撃情報が入ったじゃない。ええ、早速流浪飯店に行きましょう。了解です。いた。なるほどね、花山椒ってのを使うのか。
そう、ただの山椒とは辛さも風味も段違い。東方でしか栽培されてないけど、最近は鉄道便で注文できるよ。いや、自分で麻婆を作るとどうも物足りなかったんだよな。まあか、一つ勉強になったぜ。レクターさん、こちらにいましたか。あっさり見つかったわね。なんだかものすごくチャランポレンそうな。あとは身分確認ができればミッション終了だけど。ああ、遅かったな。待ってたぜ、心の友よ。え？マサ、こいつらがさっき言った連中だ。やる気と根性だけはあるから、ビシビシしごいてやってくれ。わかった、任せるね。4人というのは大変だけど、東方料理が広まるのは嬉しい。頑張ってついてくるよろし。一体何の話を。逃げた。相変わらずだな。追いかけないと。こら、どこに行く。もう修行は始まっている。まずは下ごしらえの練習ね。いや、違うんです。私たちクロスベル警察に所属するもので。勘違いなら仕方ない。でも何かの縁ね。これを持っていくといい。いいんですか？手帳までもらっちゃって。店の余り物だから気にしない。精進するがいいね。ありがとうございます。それじゃあ失礼します。みんな追いかけるぞ。ええ、了解です。ダメだ、見失った。とんでもない人ですね。まるで私たちが来るのを分かってて引っ掛けたような。まあ、あれくらいのことは朝飯前なんでしょうね。さすがは諜報機関の大尉を務めるだけはあるわ。とても軍人とは思えないような方法だけど。で、ここで諦めるのかい。いや、とにかく後を追ってみよう。今なら通りの人に聞けば行方がつかめるかもしれない。分かったわ、行きましょう。クロスベルってのはマジでわけわからんよな。言いたいことはなんとなくわかりますけど。通称オルキスタワー、地上250アージュ、40階建ての世界初の超高層ビルディング。新市長に加えて企業用のフロア、国際会議場なども用意されているわ。確かに圧巻ですよね。こんなに離れているのにあんなに大きく見えるなんて。まだ隠れているからどんなデザインかわからないけど、もう一通り完成してるんだって。ああ、もう市の職員の半分はあちらに移っているらしい。実際のビルのお披露目は通商会議の時になるけど。で、並み居る首脳たちの度肝を抜くつもりってわけだ。やれやれ、ディーター・クロイスってな、思ってた以上の人物みたいだな。クロスベル警察特務支援課としてお聞きします。レクター・アランドールド、身元の確認にご協力ください。真面目だね。嫌だと言った。確かにクロスベルでは帝国共和国政府関係者に対して
法的拘束力を行使できません。ですがそれはあくまで身元が明らかになっている場合だけです。逆に明らかにできなければ普通の外国人と同じレベルでは取り調べることができる。なるほど、そういうことか。うん、そうきたか。仕方ない、年貢の納め時のようだな。いいぜ、俺の所属は。ん？どうしたんですか？ああ、向こうの建物だ。なんか黒い人影が屋根を飛び回ってないか？まさか。もしかしてあのインって人かな？でもこんな昼間からですか？しまった。まさかこのザイルで下へ。ありえない。信じられないことするな。ここまで常識が通用しない相手だなんて。この下は裏通りだ。とにかく階段で降りるぞ。本当に降りたんだ。わざわざ仕込んでいたのかな。とにかく追いましょう。ああ、通りにいる人たちに片っ端から聞くしかない。なんだなんだ、またドギかよ。たまにはフィーナも出てくれないとつまんねえぜ。レクターさん、もう逃げられませんよ。いい加減観念して身元を明らかにしてください。身元ね、身元、どれがいいかなと。あからさまにごまかそうとしないでください。そうだ、イエスオアノーで答えるから何でも質問してくれよ。わかりました。それでは質問させていただきます。帝国政府二等書記官レクター・アランドール殿で間違いありませんか？イエス。帝国軍情報局に所属する特務大尉でもいらっしゃる。イエスだ。あっさり認めるのか。では私の方からも、今回の訪問は帝国政府の意向を受けてのものですか？ノーであり、イエスでもある。1ヶ月以上の滞在を予定されていますか？答えはノーだ。1週間くらいで帰るぜ。ここまでか。これ以上は無理ね。お手数をかけました。アランドール大尉、ご協力感謝いたします。ああ、別にいいけどよ。そういや、あのちびっ子は元気か？あんたらが引き取ったんだよな。キアのことですよね。ええ、おかげさまで元気いっぱいに暮らしています。その説はありがとうございました。僕たちを逃がすのに協力してくれたもんね。うん？何のことだ？俺はクロと遊んでただけだぜ。そういや、ハルトマンのおっさん結局捕まっちまったんだってな。まあ、妙なのに連れ回されてたし、無事に保護されてよかったぜ。なんでそんなことまで。あの二人を逮捕してから3日も経っていないのに。ま、そのあたりの確認も俺が来た目的の一つだからな。ちなみに他の目的は。ああ、いたいた。こんなところで何やってんのさ。アルカンシェルのチケットを手配してくれるんだろ。それでどうなったのさ。うん、
今日の夜公演の貴賓席を確保してやったぞ。せいぜい感謝するがよい。本当？サンキュー。前から見たかったんだよね。誰だ？まだ若いみたいだけど。あれ？何かな。ふーん、お兄さん匂いがするね。懐かしい匂いだ。いきなり何を。ごちそうさま。やっぱりかすかに匂いがするな。そっちの二人からはほとんど匂わないけど。あ、お姉さんはちょっとするね。エリー、いつの間に後ろに。お姉さん大きいね。シャーリーはペタンだから羨ましいよ。ちょっとやめてちょうだい。どうしてこんな。いい光景だな。確かにじゃなくて、ちょっと君、いきなり何してるんだ。やりたい放題だな。それ以上やるとセクハラになっちまうぞ。セクハラじゃないよ、スキンシップだってば。十分セクハラです。エリーさん、大丈夫か。それでは俺たちは失礼しよう。ミシュラムのテーマパークで夜まで遊び倒すんでな。それじゃまたね。なんだったんだ。つい見逃しちゃいましたけど。強烈な子だったね。15、6歳くらいかな。なかなかいい仕事するじゃない。いい仕事じゃありません。どうして私がこんな目に。災難だったな。まあ女の子同士だし、そこまで深刻にならなくても。それに君、マリアベル城に揉まれ慣れてるんじゃないの。ご苦労でした。いろいろとつかめたようですね。ええ。まさかあっさりと情報局の人間であることまで認めるとは思いませんでしたか。こちらに知られたところで情報活動を制限されないという自信があるのでしょう。しかしこれで滞在期間も大まかに把握できましたし、予想以上の成果を上げてくれたようですね。そう言っていただけると。誰かさんが体を張った甲斐があるってもんだよね。あ、張ってません。しかしその同行していた少女というのも気になりますね。レクター隊員の諜報関係の部下といった感じでしたか。いや、違うと思います。諜報関係者にしては若すぎるし、あまりにも無邪気すぎる。もっとも普通の民間人にも見えませんでした。そうですね、身のこなしも素早かったですし。わかりました。その娘については一課の方でも動向を把握しておきましょう。では私はこれで。今回はお世話になりました。いえ、また何かあったら遠慮なく連絡してください。なんとか期待に応えられたか。ああ、そうね。それにしてもあの子本当に何者なのかしら。そうですね、ノリでごまかされましたけど、普通の旅行者とは思えませんし。大国の情報将校に同行する無邪気で奔放な少女か。なかなか興味深いね。